ビンニチェンコがエカテリンブルクに建造したウラル連邦管区大統領全権代表部ビルニコライ・アレクサンドロビッチ・ビンニチェンコはロシアの法律家、政治家、検察官。2013年3月27日からロシア連邦検事次長。カザフ共和国先カザフスタン州出身。2003年4月9日から2004年9月12日までサンクトペテルブルク主権次長。 2004年10月21日から、ロシア連邦執行理長主任執行理。2008年12月8日、ウラル連邦管区大統領全権代表に任命される。在任中、エカテリンブルクに豪華な宮殿のような大統領、全権代表部の長者ビルを造営した。2011年9月6日、北西連邦管区大統領全権代表に任命される。 2013年3月11日、ユーリチャイカロシア連邦検事総長は、ロシア連邦議会上院連邦会議に、次長検事候補として、ビンニチェンコを指名した。3月27日、上院はビンニチェンコのロシア連邦検事次長就任を承認した。ありがとうございます。